学の一部にや鉱物の科学、結晶構造、物理的、工学的性質を追求する。また、鉱物の形成と崩壊のプロセスについても研究する。固体物理学、無機化学、結晶学、地球科学、固体惑星科学、岩石学、交渉学、博物学、材料科学の学際領域に存在する学問分野であり。 地味ながら多彩な分野にまたがる学問である。鉱物を対象とした学問は、すべて鉱物学と呼べる。とはいえ、あくまで地球惑星科学の一文化でありながら、その中で、博物学、結晶学、無機化学、固体物理学と、手法的に異なる四つの学問が共存している点が、鉱物学の全貌を把握することを困難にしている。 対象が同一で異なる手法が共存する学問は、工学分野では極めて一般的である。しかし、理学分野では、物理学、科学、地質学のように学問分野を手法で定義することが主流であり、学問分野を対象で定義した、鉱物学と一線を画している。この点では、鉱物学は生物学と近い。なお、地質学は過去の出来事を推測する。 歴史科学の一分野であり、歴史科学の手法を用いるが、鉱物学は必ずしも歴史科学ではない。歴史的に鉱物学は岩石を構成する鉱物の分類と密接に関係している。1920年代以前より続く伝統的な被災鉱物学は、鉱物の命名を行ったり、鉱物の分布を調べたりすることである。博物学の一分野とも言える。 近代の鉱物学の主流は、X 線解説法や中性子解説法により、鉱物の結晶構造解析を行うことであった。このため近代の鉱物学は結晶学の類縁分野ともみなすことができる。これは、日本結晶学会が学会員を、物理学、化学、鉱物学の3分野に区分していたことが代表例である。1970年代までに、 天然に産出するほとんどの鉱物の大まかな結晶構造は解明され尽くされた。この頃は鉱物学の手法的な進歩は一時的に停滞期にあったと言える。しかし1980年代後半以降、高圧合成法や溶液成長法、基礎成長法などの実験手法が発達し、 またコンピュータを駆使して結晶の挙動を原子レベルでシミュレーションすることが可能になってきた。このため最先端である現代鉱物学の主流分野は実験やシミュレーションによりの2分野が主流となりつつある。また近代鉱物学の延長にある結晶学的手法も超速の進歩を遂げ人工では合成できない結晶構造の物質を見出すに至った。つまり 最先端の鉱物学は天然物を対象とした無機化学、固体物理学及び結晶学であると言える。現に鉱物学者から無機科学者や固体物理学者、材料科学者へ転身する例や、その逆の例は珍しくない。一例として、高温超伝導物質を最初に発見した一人で、あるヨハネス・ベド・ノルツは、もともとペロブスカイト構造型鉱物について、 研究していた鉱物学者である。一方、鉱物学では鉱物の産地ごとの際についても引き続き研究を行っている。よって、鉱物学にとってフィールドワークの重要性は衰えていない。一般的に鉱物の化学組成や結晶構造は無機化合物としては非常に複雑である。また産地ごとの変異も多く、未だに人工環境下で、 産出状態を再現できない鉱物は多数ある。従って、フィールドワークによって産出する鉱物の記載とその周辺の環境を記録していくことについての学問的意義は大きい。また、実験室で解明された鉱物の生成過程は惑星や隕石の成因を解明する基礎データとなる。そして、地球物理学において地球内部の環境をシミュレーションするためには、 鉱物学者が測定した鉱物の物性データは欠かせない。このため地味ではあるが地球惑星科学において鉱物学は基礎分野の一つである。